お疲れ様です。ラットルセ、今日はですね、こちらの、まあ、ホグファルチでやっていくんですけど、ホグファルチ5バルキリーの形で、なんですけど、とりあえずこっちじゃない。これですね。ちょっと前に、あれですね、クララ TV に乗りまして、で、まあ、勝ち試合ですね。相手がペッカリガポイの大分入りで、まあ、自分がこれなんですけど、まあ、この試合はとりあえず見てほしい。とりあえず見てほしい。で、まあ、2倍でいいかな。一つ見てほしくて、オーブンがあるんで、まあ、結構ホグがマジで入んないっていうのがあって、それしんどいんですけど、なんとか勝ったんで、それをですね、ただ見てほしい。自己満ですね。はい、で、結構もう最初からダメージ受けちゃってるんですけど、やっぱトルネードがあるんで、僕は毎回結構少々ダメージを受けてでも、あれですね、もう初めのうちにキング起動しますね。本当にそれだけで後から一気に挽回できるんで、なんでさっきも有能トルネードですってファイスピーが入ったりしたんですけど、もう少しのダメージは覚悟してもうトルネードでキング起動するのはぜひしてほしいですね。本当に少々もう500、600とかもうそれぐらいのダメージなら全然妥協していいなと思いますね。で、その分もあり相手のディガーの処理が結構楽なんですよね。こういうところここはあんま意味ないや、あんまでが全く意味ないですけど、ディガーが相手のディガーの処理が楽、ホグが刺さり、こことかですね、こことかでもキングの起動によって助かってますね。で、ここはまあペッカで抑えられノーダメで、でダメージがなかなか入んないですよ。なんで結構ファイヤーボールで削りつつ、まあ、ホグを刺すタイミングをまあ狙いつつですね。今あれなんですよ、なんで5にしてんのって結構思われるかもしれないですけど、意外とまあやっぱりポイズンだったりロケットの方がいい、安定はするのかな。まあ、そこはやっぱ個人のあれがあると思うんですけど、あれ今三重子がめちゃくちゃ増えてきてる。三重子がめちゃくちゃ増えてきてますね。はい、これ実際にというか、本当に増えてきてるんですよ。グラチャリでもあのなんかザッピーマスケみたいなのすごい流行ってきてて、なんでまあその三重子が多いから、三重子に強いって言ったらまあやっぱトルネファイブで、まあ、ファルチバルキリーでも言ったらガンメタっすね。ガチのガンメタっすね。なんで三重子来たらもう美味しい、もう100勝った、100っすね、100っすね、100三重子には勝つべきになってるんで、もう三重子、あれなんで三重子10、三重子マジで欲しいんですよ。三重子ってマスケット3体出るじゃないですか。マスケット1体が4コスなのに3体出て、それぐらいで12コスなのに9コスと出るじゃないですか。だから本当に考えて三重子欲しいんですよ。欲しい。だからもうなんでこれに負けんといけないねみたいなのを思われる方いたら、もうこれを使ってください。もう三重子には負けないんで、よしよしよし、ここはキング起動しつつ、よし、こっからもう楽っすね。しかもすでになんかダメアド取ってるんで、ここはホグをどっちに出そうかなーって感じなんですけど、相手人気か、これ5打っといてよかったー。まあまあ一回丁寧に、よいしょ。で、この墓石がゴーストで今壊されそうなんですけど、墓石はやっぱあれですね、古女ババにぶつけたいですね。やばい、まあ、ザッピーも強い、やばそんな運あるっていうようなタイミングやけど、まあなんとか、いやーファルチ強いな。
ファルティが強い。オッケー。いやー、ここはもう、いやー痛い。痛いけど、まあまあまあ、まあ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 、まあ、こっからですね。僕あと1分あるんで。とりあえず墓石置いて、これザッピーは2体の方にもファイヤーボール打っていけばいいです。これしかも美味しい。なんかおー、しかも逆いった。美味しい。そんな。で、これは、これ意外とこういうことしていけば。あー、待って、カッコつけたけど、ダサかった。なんもならない。今の恥ずかしい。見なかったらしいです。何やろうとしたみたいな思われた方は、あれさ、インドラを後ろに下げて、ターゲット外して、ホグをもう一発か二発ぐらい殴らせようとしたんですけど、ただただ恥ずかしく終わりましたね。で、ここはもう、右側ファイアボールで落とせるんで、左下に。ザッピー入れたらすぐ配合。おいしょ。え、待って、やばい。こしちゃった。今、あっちにファイブ打ったから、カーズをこれ、回していかないと、やばい。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 ホグいけ。一発、一発、一発。オッケー、しかも耐えてる。いやー、これ美味しいっすね。よし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 。意外と何人も、あー。何人もスケラがしんどいぐらいっすね。スケラフリーズが、鬼クソがないです。鬼クソがないです。それ以外は、まあ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 。意外とでもロケットとかでもありなんですけど、やっぱ三重子をボコボコにしたいんで、個人的に。言っていいのかな、はい、なんで僕はファイヤーボールしてますね。ここは何も出してこないんだよ。ホグでいいですね。ホグは初っ端あれば飛ばしておけば別になんとかなります。いや、これ美味しい。やば、ちょっと待って。これは相手が良くない。いや、そんなこともない。これはファルチやられるんで、バルキリーでしっかりターゲット取って、ここでアイスピー出しておけば多分最後にこの一発も入らないかな。OK, OK, OK。見ては迫撃、ナイトコウモリの、あー、これロケットだったらしんどいですね。結構昔の迫撃ロケだったら、マジ勝てない。ここはもうちょい立ってでいい。ここでファルチ出してあげて、ファルチで処理して、いい、やば。これ今相手6コスト使ったんで、ここで一気にバルキリーホグですね。多分コウモリが来る。コウモリ来んのかい。今のも見なかったことにしてください。まあ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 、ダメージ取ってるんでね。迫撃来たら、来た時の墓石の理想の位置が、今こっち側に迫撃来たら、逆サイドの一マス下っすね。一マス下。ここっすね。いやー、待って、そっちにターゲット取った。これでスケルトンにもうちょっと墓石を早く出されていれば、スケルトンにターゲット取って無限に流れていくスケルトンに迫撃が打っていくんで、まあ、そこは理想の位置ですね。よいしょ。いやー、ここはなるほど、まあいいかな。ここはダメージ受けて、まあまあここもすることない。することなければ墓石置いとけばいいかありますね。ホグは流しとけ。相手何もしてこいんや。これはもうあれです。美味しい。これは美味しい。これはもうファイヤーボール打ってあげて、あとファイヤーボール4発ですね。よいしょ。よいしょ。もう回します。よいしょ。ファルチェで、あー、そっちやる。まあ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 、相手この位置に多分反撃出
したらホグ飛ばないんですよね多分。あー、いや回転めっちゃ速いよけども、あと5ウッドで終わりなはずなんで、いや終わんないやつかこれ。さては、さては終わんないやつ。これで今迫撃置いたんで、これでホグ出してもう敵コウモリ読みのトルネード、よいしょ。てかこれはもう、あれだよ、ヌーバス甘いっすね相手が、って感じで、まあ、30子引きたかったら30子マジでボコボコのボコにできるんで、マジでこのデッキ使ってみてください。はい、といった感じでございます。以上です。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。